皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。えー、今日はですね、ちょっと変わったものというか、を購入しました。これですね、モンスターアダプターっていうやつで、え、これ、1枚入ってました。これね、SSD なんですよね。SSD を、カメラ用の CF エクスプレスタイプ B に変換してくれるというやつですね。 これをね、ちょっとね、組み立ててみようと思うんですよ。ええー、と。あ、痛い痛い痛い,痛いはい。同梱物が。これ何をするものかというと、通常 CF-Express ってね、えー、最近、えー、動画性能が上がったりとか、連写性能が上がったりして、要はそのデータの、重たいデータの高速読み書きができるように、 えー、主流になってきてるんですけども、値段が高いんですよね。で、SSD っていうパソコン用のアイテムがあるんですけど、それだと CFX プレス、例えばなんか CFX プレスで10万するやつが、こっちだと1万とか2万ぐらい手に入るとかね。まあそういう感じなんですよ。こういう小さいタイプの SSD っていうのもあるんだね。これ後で。 ね、レビュー動画で使うかもしれないんで。で、これな、前から興味はあったんですけど、一応ね、M.2 SSD っていう長い、もっと長い SSD のタイプを使う g t e y っていう、中国のメーカーが使っているアダプターがあるんですけど、それだとですね、届くのがすごい遅いんだよねで。その保証の問題とかもあったので、ただこれ調べてみたらモンスターアダプターはこの商店工房さんが扱っていると。 いうことで、私が日頃からお世話になってる、おります、商店コンボさん。全然なんかビジネスの付き合いないんですけどね。あの、こう対応がね、いいんですよ、やっぱり。すごい良くて。えー、っと、今回買ったの5 1 2イトこれですね。これを買いました。だから、ここに挿すんでしょで水を合わせて入れなさいと。ちゃんと認識するべな。 ドッキドキーああ怖い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 よこういうやつ怖いでここをこう入れるしかないよねこうこう入れなさいといいのかなあああいよ 入りました。で、これ、これが内側がテープなのかなテープなんだね。これでこうか。お溝切ってやるもんね。締め方ってるこれ。締め方ってるはっ。 一応これで、入り、ました。入りました。そして、合ってんだよな。合ってんだよな。<laughs> めっちゃ怖いんですけど、で、これを、ここに、貼ると、512ギガ、はい、が入ってますよ、と。いうことですね。で、これで刺してみればいいでしょあ、こっちじゃん シール貼るのを手書きしますか <laughs> 手書きしますかこっちにちゃんと枠があったわ、こうやって。で、これはパソコン用のパーツなので、この後、一度、パソコンに接続して、初期化をしないといけない。512、ギガバイトでね。あ、メガバイトって書き算だったひひひ。じゃあこれ、ちょっとパソコンでフォーマットしてきますわ。 今、ちょっとカメラが変わりましたが、このね、XH2S。動画機のメインで使ってる XH2S では使えないんですよ。途中で止まっちゃうんだよね。だから、それでこっちが使えればちょっと嬉しいなっていう感じなんですよ。ちょっと試してみましょう。今ね、あの、えっ、ー、と、パソコンの方でフォーマットしてきました。 え、なおかつ、こっちでフォーマットをすれば、スロット1だよな。スロット1。うん。はあ、使えないがーんだ。使えない使えないのかい マジか。じゃあ、あれかな。Z9 ではどうなんだろう。Z9 はこっちの GT も問題なく使えるんですけど、えーと、128GB 以上はちょっと高いんでね。私たくさん写真撮るから、スロット今2に入ってんのかなうん。2に入ってるね。物理フォーマットしてみましょうか。 はい。うずりフォーマットします。うん。はい。フォーマット完了しました。おっし、使えるね。使える。Z9 は使えるよ。じゃあで、この Z9 でフォーマットしたやつを、あやばい抜けない <laughs> 抜けない自分の入れ方が悪いんでしょう。 使ってるうちに薄くなってくれるんでしょうかでもなんか取り出せた、はい、取り出せたこれ一回 Z9 でフォーマットしたやつをこっちに入れたらどうでさらにこっちでもう一回フォーマットでできないかなあ使えるようになったよこれもう3時間使えるで一応 Z8 がね 発売するっていう話になってるじゃないですか。で、Z8 とかと Z7 で、えー、このカードが使えたら、自分の撮影ですね。遠征の時の撮影とかはすごく助かるなっていう感じなんですよ。Z9 はまあこっちで行くとしてね。あと心配なのは発熱ですよね。相当熱持つんじゃねえかなって思ってるんで。写真撮るなら全然いいと思うんですけど、動画で撮るとどうかなっていう感じですよね。 パソコンでフォーマットして XH2S に入れたらフォーマットできなくて、Z9 に入れて物理フォーマットをして、えー、こっちに戻したらフォーマットして使えたっていう状態ですね。あ、なんか問題なく使えそうだな、これ。うん。じゃ今2分経過ですね。これちょっとカメラもう一回変えて撮り直してみましょうか。 発熱が、熱はどんな感じまあ、この程度だと全然暑いなんていう感じしませんね。ちょっと、ぬくいぐらい。ちょっとカメラも変えてみましょうか。はい。ということで、えー、今、なんだっけ、モンスターアダプターで 512GB を入れて、録画をしています。が、 一応今は問題なく使えてますね。うん。これよかったらもう一個買っちゃおうかなこっちは基本的には、Z9 専用になります。8K 回せるカメラにつけたいんですけど。で、この SSD ってやっぱりそのライブ配信とかでも詳しい方がアドバイスくれてたんですけど、今その発熱放熱が、 問題じゃないかっていう話で、これはね、こういう、こういうふうに、えー、カードを刺したら、これはもう、こういう感じで、こういう感じで固定するんですよね。こういう感じで固定するんですよ。だから、ここは、あの、完全に締まらないで、 撮影することになるんですけど、でも理想はこれだと思うんですよ。その発熱した時にね、こっち側が熱くならないっていうことで外に出すのがカメラ的には問題ないんですよね。でもこれはカメラの中に入れるから発熱するんですよ。だからね、その辺がどうなのかなというのが検証ポイントというか心配しているところですよね。 で、まあ、私がやっているタイムラプス撮影とかは、全然問題なくこれ使えると思います。はい。ここまで認識すれば全然問題なく使えると思います。えー、でも、その動画撮影ですよね。動画撮影で、30分とか40分とか回したときに、どうなのかと。いうことは、ちょっとしばらく使ってみないとわかんないかもなうん。じゃあまあ、このセットで、 しばらく使ってみますんで、まあ、今日の動画はこれで終わりにしてですね、え、また、えー、どうだったかというのをご報告したいと思います。まあ、国内の代理店の商店工房さんが使ってるので、まあ、なんかあってもちゃんと対応してくれるんじゃないかなと思いますんで、今のところ問題なく動いてますね。うん。こっちに挿した時に、ちょっときつくて取り出しにくかったのが若干怖かったんですけど、そっちはね、なんか、そっちの方が緩いのか、XH2S の方が緩いのか、そっちは問題なく、 抜き差しできましたね。はい。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。これしばらく使ってみます。お時間をください。で、使ってみてですね、実はどうだったかということをちゃんとまとめの動画として報告したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねどうも